でこれ収録してますから、うんね、奄美のティラについて、ね、あの一応全部全県がほぼあのタックさんが今からこう、はい、全部を掌握しているのはタックさんですから、うん、今の段階では、はい、だからぜひプロデューサーとしての今のこう、はい、まあ、言える範囲でいいんですけど、うん、どんな感じでやってる、そうですね、いらっしゃるのか、まあ、自分はもう40数年間映画をねハリウッドに渡っていろんな方と出会って映画を学んできたんですが、年も取ってきましたし、メイケンさんと同じ年ですね、まあ、いい年になったんですが、今まで、自分が経験したことをそのなんとか映像を、ね、引き続き、やれたらいいなと思いながら日本に来てたんですけども、黒沢監督の言葉でですね、はい、あなたが好きなものを探しなさいっていう、あなたが好きなものが見つかるまで一生懸命探しなさいと、うん、であの見つかるまで探しなさいっていうことを言われてますね、うん、でそのあなたが本当にあの好きなものが見つかったら、その見つかったもののためにその一生懸命大事にしなさいって、それは人であれ物であれ作品であれそれを大事にしなさいっていう言葉をあの残してますね。で私もいろいろ少ないですけど何本か、あの映画に携わってきたんですが、もう年も取ってきて日本に戻ろうという自分の老後を考えていくときに、うん、まあ、先ほども話しましたけども、はい、あのゴゼっていう映画に出会って、うん、でその監督と一緒にじゃあもう一つ、まあ、年取ってきてるけども頑張ってみようじゃないかっていう、そういう時に2年ほど前に、東京で、共通の、知人を通して、三浦先生と三浦和弘講師と、お会いすることがあったんですね、確か、一昨年前の夏、東京の代々木体育館で代々木体育館ですね、東京オリンピックの時にできた、はい、素晴らしい建物なので、そこで、全国空手大会が、催されて、そこに案内されたんですね。そうですか。その時に三浦先生がやはり、関係者でしたから、なんていうこう主催者 の, すごい特等席に私も連れて行かれて、うん、その時見た三浦先生の、振る舞いが違ったんですね。いや武道家であるし、まあ、彼もそういうその、審査員の一人でもありましたね、うんうん、いろんな子どもたち大人の部、うん、男性女性、うん、そういう部でいろいろ大会を目の前で見せていただいたんですが、見てる雰囲気またその関係者たちと の, 三浦先生の振る舞いがちょっと違うんですよ。どんなことかというと、まあ、武道家でね有段者ですから先生自身、うん、日本でも通本の郵便の来、うん、今年は確か8段になるという噂を聞いてます。そうすると2人しかいないらしいですね、うんうん、で彼は保護司ということで話も聞いてましたし、まあ30年以上の間3万人もの、若者たちを育成させて世に送り出したっていう実績があって国にも認められてる、うん、そういう話は聞いてたんですけども、そういうどうやって子どもたちを育成させてたかっていうのをその道場ではなくて体育館ですね、代々木の体育館で空手大会をこう目の当たりにしてる時の彼の佇まいが違う、それこそ先ほど話しました高倉健さんのように人前で立ってるその何か殺気みたいなのを、殺気とは違うんですね、普通武道家っていうと顔を合わせると恐怖を感じるような、こっちが殺気を感じるっていうかね、強そうだなっていう、三浦先生の場合はそれが違うんですよね、穏やかでただし無駄がないっていう、周りの方審査員たちとのやり取りもすごく単純こうなんですかね、こう簡単にやるんですけどそのやり取りがもうこう、うん、疎通がないっていうんですか、うんうん、もう呼吸でしょうねきっと武道家、そういうのを見てもっと魅力を感じましたね、それで奄美のティラっていうことに、うん、こうここまでつながってくるんですが、この奄美のティラは私が、高倉さんもそうですが黒沢監督から言われてあなたの好きな、要するにもの、好きなプロジェクト、好きな人、それに出会ったような気がしたんです、で三浦先生というそのいろんな方と私もアメリカでも出会いましたが日本に帰ってきて
三浦和弘っていう保護士であるまた武道家であるそういう人との出会いがすごく自分が探してる人ですね。自分も年老いていくときに人間としてどうあるべきかと学ぶっていうかね、いい年を取りいい年の取り方をしたいっていう気持ちがあります、うん、その時に三浦先生は何か自分が持ってない手本になるのかなっていう、そこで映画につながっていくわけですが、うん、今回昨年1年かけほぼ1年かけて「奄美のティダ」っていう制作のための開発をやってきたんですね、うん、でこれは三浦先生保護司として、活躍されて彼が育て上げた青少年警護隊っていうのがあるんですが、うん、この警護隊で島が乱れてたものを数年で彼は全部きれいに町も整備するかのように人の心も変える、最悪だったものを3年ほどでその最高の基準値までで不良少年少女が亡くなるっていうことまで、それはすごく魅力を感じましたね。私は北国の生まれなの新潟ですね。新潟の田舎の漁村で生まれたんですが、違う形でこの奄美に訪れた時に私の田舎の昔のイメージがそのまま残って、でも南国だっていうことがまた魅力を感じましたし、そういう数年前に世界遺産に登録されて、私もアメリカの島々特にハワイなんか生活して定期的にハワイ行って生活もしたりしたんですが、ハワイと比べても劣らない素晴らしいビーチがいくつもありましたね。海の青、その砂の、ね、白、空もそうですし、この美しいものを背景に、三浦先生が体験した、人間ドラマですね、それを映画にできないか、ここでも私が望んでいたあなたが好きなものをその探しなさいって見つかったような気がしたんです。でこれは映画になるだろうと、で、まあ、自分 の, 最後の作品になるかどうか、健康で、ね、いればもう一回この映画に挑戦できるなっていう時に、この奄美のティダっていう、ティダは太陽っていう意味ですね、人々が太陽で、その上にもう一つ大きな太陽があるとしたら三浦先生のような人なのかなっていう、そこで先生の興味もそうですし、この作品に対するその興味がすごく湧いてきましたね。まあこれから今までこの1年開発してたんで、今年1年かけて制作できるように今官民一体の型の映画になると思います、うん、映画っていうと商業的な色が濃いので、うん、なかなか、人によってはちょっと敬遠されるところがあるんですが、自分としては、もちろん、映画は美しくなければっていうのが黒澤監督言われてます、うんうん、美しい環境の中で美しい人間模様で、人間模様っていうとやっぱりいろんなことがあります、うん、よしあしいろいろありますけども、はい、そういう醜い部分も見せなければ、うん、その醜いところからそのもう180度もう違う人生に行けるんだっていうね、そういう子どもたちの、変化ですね、そういう、ところをこう見せて、また人々に対しての、気をつけなければいけない、まあ、メッセージですね、うんうん、危険性があるんだよっていうメッセージ、そういうところにその自分が巻き込まれても失敗しても、またチャンスはあるんだよって、頑張ればチャンスは、正しい人間になるために我々は努力しなければいけない、そこに問いかけるメッセージのような映画になると思います。まあ、三浦先生のそのものも、まあ、もちろん僕らも知ってるのでね、すごいというのはもう今たくさんおっしゃる通り、その、まあ、何かが違うわけですよね。何かが違うっていうのはもう武道をやってなくてもなんか分かりますね。だけどその三浦さんのすごいのはそれが全部こう功績となって、ちゃんとその3万人のここから育っていった子たち の, 生き様もこうちゃんと残る仕事ですから ね, そ, うですね。それがまあね、嬉しいのはそれが映画になって、うん、全国の人がまあ見ることもできるということも、はい、まあ、鹿児島県民としてはとても嬉しいことだと思いますね。この出会いはそれこそもう1年以上前になりますけども、メッケンさんがメッケンバンドでね、諦めるなよっていう歌を、はい、こう三浦先生から送っていただき驚きました、うん、わすごいって、
あのパワーも感じましたし、本当にこれはやらなければいけない。あの一緒に滝沢監督と出会って奄美にあの2年近く前にね訪れたわけですけども、はいはい、その時にそのよし奄美のこの南国の美しさをそのこうみんなに見せてあげようということでね、うん、あの準備をしたんですが、ね、急なその、うん、滝沢監督がね、心筋梗塞で亡くなられて、うん、で私が引き継ぐ少し間があったんですけども、はい、その時に、名犬バンドで諦めるなよっていう音楽をね、はい、あの聞いた時は嬉しかったです涙が出るほど嬉しかったですでこれはもう本当に三浦先生ともいや先生これは素晴らしい、やっぱり私が本当は先頭に立ってそれをやらなければいけないのに、その鹿児島からそういう応援歌をねあの発信さ、うん、あのしていただいたということで勇気づけられて、それがきっかけですから、あ、ありがとうございます。今今日にあるのはそのあの音楽に乗ってね、はい、やっぱりこうよしっていう気持ちになりましたし、自分としてもこれをやっぱり皆さんの力を借りて、先ほども言いましたが官民一体ですね、うんうん、やっぱり音楽に乗せて、うん、あの島唄もいいですし、はい、いいですね、親父バンドもいいですし、自分もなきらめないで諦めないで